こんにちは、たけチャンネルです。今回もね、ちょっと久しぶり、こちらも久しぶりのキットになるんですけど、MFH の F2007 ですね、こちらの続きをやっていこうと思います。結構長いこと時間空いてたんですけど、全く作業をしてなかったというわけではなく、ちまちまとカーボンデカールをひたすら貼っておりました。はい。で、一応、今回コックピット周りの、デカール貼りとかは全部終わったんで、コックピット貼りの、作業から、コックピットの組み立ての作業を今回やろうと思います。これやってしまえばモノコックの本体の方が完成ではないけど、ある程度形になるんで、次、足回りとか他の作業にも移っていけるので、コックピットからやっていこうと思います。で、現状、シートのパーツに関しては、このフレーム部分全てにカーボンデカールを貼ってあります。で、ここは見えないんでもう貼ってないです。で、この座面の部分なんですけど、ここちょっと賛否分かれるというか、ものによってあれなんですけど、カーボンむき出しで写真に写ってるものもあれば、ウレタンフォームみたいなのを貼ってある写真とかもあったりするんですよね。なんでちょっとどっちか分かんないんですけど、シートドライカーボンのシートにそのまま座るっていうのも多分お尻が痛くなっちゃってしんどいかなと思うので、なんか貼ってあるだろうという前提で、ここは、カーボンデカール貼ってありません。こんな感じで、ここの部分は、このカーボンデカールをトップコートするときに、セミグロスクリアプレミアムを使ったんですけど、セミグロスクリアプレミアムのを、ザラ拭きして、ちょっと表面に質感を持たせてます。ちょっとザラッとした感じのね、質感を持たせるっていう感じでやってます。で、こっちのハンドルの方なんですけど、ハンドルの方は、カーボン製なのでカーボンデカールを貼って、で、キット付属のデカール AMD とか、FIA の公認のデカールとかを貼って、クリアでトップコートして、で、スイッチ類は全部エナメルでちょんちょんちょんとタッチ、ちょんちょんちょんと色をのせたっていう感じです。こんな感じで、グリップの部分は多分バックスキンっぽい滑り止め素材になってると思うんで、ここは黒色無双を筆塗りで塗ってあります。こんな感じで、ここのね、真ん中の白いダイヤル、なんですけど、実写を見るとここに羽馬のエンブレム、縦の形のクレストが貼ってあるんですけど、キットに付属しないんですよね、このクレストが。なんでちょっと手持ちで持ってたフェラーリのキット、24分の1のフェラーリの F50 の、キットに入ってた、ハンドルのデカールを流用しました。ちょっと F50 の、ハンドルのデカールがなくなっちゃうんですけども、そこはもう我慢してくださいということで、こっちにやっぱ貼ってる方が雰囲気が出るので、こっちに貼ってあります。はい。で、こんな感じにしてあります。で、あと、モノコックの内壁とかも、全部デカール貼ってあるので、ちょっと今ここ手元に置いてないんで、後でまた組み立てる時にご紹介します。はい。で、まずは、シートにシートベルトをつけていかないとダメなので、この付属のベルトと、エッチングパーツを使ってシートベルトを組んでいきます。で、12分の1なんで、割とバックルのサイズが大きいので、そんなにね、このキットに関しては、シートベルト組むのはそんなに大変ではないです。で、この付属でついてる両面テープが割と使いやすい、付属でこういう両面テープがついてるんで、これがね、割と使いやすいので、これを使いながらやっていこうと思います。で、まずはバックルのパーツを切り出してあげて、指定の位置で曲げていってあげます。エッチング曲げるのはね、必ずエッチングベンダーを使ってあげてください。
変なところでね丸く曲がっちゃうと不格好なんで、エッチングベンダーを使って曲げる箇所できっちりキックッと曲げてあげるっていうようにしてあげてください。でこっちのパーツちょっと見にくいかもしれないですけど、ちっちゃいから曲げる箇所ね、こっち側がすっごい細いんですよ、後ろ側の方が。なんで、外側を握って曲げちゃうとここの細いところが曲がってしまうので、こっちのね弱そうな方を握って、で外側の方をグッと曲げるっていう風にしてあげると、こんな感じで綺麗に曲げれます。まあこれはね、練習で片方やった時にね自分がやらかしたんですけどね、何も考えずに外側の方つまんで曲げたら内側がグニンって曲がっちゃった。こう握って外側を曲げると、こういう形でしてあげたら綺麗にこの字に曲がってくれます。ちょ、あ、飛んでた、あれどこ行った、よっ、あ、当たった。はい、そしたら、次にこのベルトをつけていくんですけど、まずね、まあ後でもいいんですけど、両面テープを貼っといて、両面テープを貼っといてバックルに通して、いつも24分の1とかだとね、ベルトの取り回し割と僕省略するんですけど、今回のはねサイズが大きいのでそんなに大変じゃないから、ちゃんと実写と同じような感じの取り回しにしようかなと。こうやって両面テープで折り返して留めてあげます。でまあちょっとギュッと押さえといてあげるとね、より密着すると思うんで、この両面テープがね非常に使いやすい。だから今後は僕も、ベルト組むのはね両面テープでやろうと思いますっていうぐらい、両面テープでやるのすごいやりやすかったんで。でまあもういきなり出てきちゃって申し訳ないんですけど、片方作ってるんで、それに合わせて、長さを決めてあげる。左右長さがね揃ってないと不細工なので、左右の長さをこれで揃える。よいしょ、って感じで。ベルト切るときはねカッターじゃなくて必ずハサミで切ってください。カッターで切ると絶対ほつれてしまうので、切れ味のいいハサミで一気に切るっていうようにしてあげてください。で次に、このベルトの先の部分ですね、バックルに刺す、センターバックルに刺す部分ですね、これを切り出してあげて、この辺の作業はね僕もねむっちゃ得意というわけではないので、しかもねこの MFH のキット、何センチでベルトをカットしてくださいって書いてないんですよ。なんで全部自分で現物合わせでなんとかせえっていう形なんで、もう雰囲気でいくしかないですよね。バックル金具を通してあげたら折り返して両面テープで留めると、こういう形で。次に、こっちのバックルなんですけど、こっちのバックルは2つのパーツの組み合わせになるので、組み合わせるパーツ同士を
わせてあげて、でこの2つのパーツをこの金属線で固定します。実際のねベルトのバックルもこんな感じになってるんですよね。なのでこういう感じで止めてあげたら、ここに瞬着で止めてあげる。で片っぽだけだとちょっと弱いから、こっち側も、あーつけすぎた。つけすぎた時はね、爪楊枝とか綿棒とかでちょっと吸ってあげる。こんな感じでピンを通してあげたら、ここの余分な部分をカット。これはね、普段使ってる模型用のニッパーで切っちゃうと絶対に刃こぼれするんで、気をつけてください。もう散々使い古した安物のニッパーなんでね、もうこれ針金切るように使ってますけど。そしたらここに、ベルトを通してあげるんですけど、取り回しをね実車と同じにすると、説明がしにくい。まあ、こういう感じでね取り回ししてあげて、でちょうどいい長さまで長さを調整。左右ね、しっかり長さを確認しながら合わせてあげて、で合わせてあげて、こういうとこでカット。で、裏側を両面テープで固定します。でこの時に、この調整用のバックルから出てるこのベルトは調整用に引っ張る部分になるので、ここ全部ベタッと固定しちゃうんじゃなくて、ちょっと前がピロッと浮くぐらいな感じにしといてあげるとよりリアル感が出るかなと。こういう感じでちょっと浮くようにしといてあげるとね、よりリアルな感じになるかなと思います。こういう感じで、あと最後に、この付属のサベルトのロゴのシールを貼ってあげる。これって周りの白をちょっと残した方がいいのかな、どうなんだろうな。もう切っちゃったからどうしようもないけど、この周りの白を少し残した方がいいような、良かったような気がしないでもないですが、まあまあよしとしよう。で剥がしてあげて、で左右同じような位置に、あたり、これで、左右の肩ベルトですね、左右の肩ベルトが完成。なのであとはこの肩ベルトを両面テープを使って、シートに固定したい。
このシートに固定するのもね、こうもう置いてる状態の見栄えの良さだけを考えてもうベチャッとつけてしまうっていうのもありだと思うし、まあベルトってね完全固定されてるもんではないからこう少し浮くような形でつけてあげるっていうのもありだと思うし、その辺はもう個人の解釈でいいと思います。こうやってちょっと浮くような感じでベルトを浮かしてるっていうのも全然ありだと思う。実際のベルトもこんな感じになるんでね、でもいいと思うし、まあなんかちょっとやっぱ浮いてると気持ち悪いとか、きっちりしてほしいっていう人とかはもうべっちゃり固定しちゃってもいいと思うし、その辺はね個人のお好みでやってあげてください。こういう感じ。そしたらね他のベルトも、順々にやっていきましょう。で、右の腰のベルト、右の腰のベルトだけ、バックルがセンターバックルがつくので、それだけね他とちょっと異なります。センターバックルのパーツはね、こういうダイキャストで入ってるので、これをここに接着してあげる感じですね。あっと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 、こんな感じでバックルができました。でバックルねちょっとね色の指定が一切書いてないんですよね。なんで、ちょっとこの後この上からちょこちょこっとだけ色を塗ろうかなと思ってます。確か黒だったはずなんでね、サベルトのシートベルトはよし。あとはもうほとんどねベルトの先っぽにこのセンターバックルにつけるやつをくっつけてペタペタ止めていくだけなんで、省略します。はい、でシートベルトがこんな感じで一応組めました。ここは固定してないです、この肩ベルトは。でこの辺の腰ベルト、この辺とか、まあ、この肩ベルトもそうなんですけど、結構キット付属のデカール、タミヤのプラモデルとかでね、でキット付属でデカール、キット付属でついてるデカールとかでもそうなんですけど、こうここが交わらないようにこう短く書いてあるやつとかって多いんですけど、基本的にこのシートベルトって人間が座ってその上にこう重なるもんなんで、こう人が乗ってない状態だとちょっとたるみ気味になってるのが基本なんですよね。なので、まあ、ちょっと余裕目を持たせてこういう感じにしてるとよりリアル感が出るかなと思います。はい、でまあ一応、股のベルトはこういう感じで、ここを通すっていう形になるので、こんな感じにしてあります。はい、こんな感じで、バックルのところは、軽く艶消しの黒を塗ってやるっていう感じで、完成したので、これを、次はどんどん接着していきましょう。でまあ素材がね、基本的にレジンなので、そのまんまでは、つかない。あっと、しまった。素材が基本的にはレジンなのでプラモデル用の接着剤ではつけれないので、使う接着剤は、エポキシですね、エポキシ接着剤。僕はいつもこのエクセルエポ
やつを使うんですけど、これを使って接着していきます。で、そう、接着するものを切り出しとかんとですね、ブレーキバランサーのレバー、これはね、エッチングパーツになってるのでこれを切り出すのと、あとステアリングの脱着用のリングですね、この辺も切り出しておく。はい、たら、エポキシを混ぜて用意しましょう。エクセルエポはね、基本1対1、取材と硬化剤を1対1なので、同量、同じ、大体同じぐらいの量出してあげて、で、爪楊枝を使って混ぜてあげる。エポキシ結構臭いんでね、ちょっと癖がありますけど、混ぜ混ぜしてあげて、で、接着する箇所にちょんちょんとつけてあげます。で、まあエポキシは初期粘着力っていうのはあまりないので、まあ、本当はつけた後マスキングテープとかで留めておかないとダメなんですけど、まあ、こんぐらいのちっちゃいメタルインレットぐらいであれば十分抑えれるので、これでつけてあげる。つけてあげたら、次に、ハンドルにこのリングを通して、もう一応接着しとこうか。位置だなこれ。なんか微妙な位置に。つけてあげたら、ここにつけるんだけど、ここ接着した方がいいかな、どうだろう。まあ、ハンドル切ることもないしな、もう接着しちゃおうか。こういう形、こういう形で接着してあげたら、次にここのバルクヘッドと、バルクヘッドじゃない、シートのここの部分とシートを固定してあげます。で、ちょっとこのまんまここはしばらく置いとく形になるので、軽くね、テープで固定しておきましょう。カーボンデカール貼ってあるんでね、軽く粘着を落としてあげてから貼ってあげる。これでしばらく置いておきます。さあ次に、このコックピットの内側の部分ですね、コックピットの内壁の部分になるんですけど、ここにも一応平織りのカーボンデカールを貼って、一部ちょっとデカールも貼ってあります。で、あとこっちがサイドポンツーンのインテークの部分になるんですけど、ここにもカーボンデカールを貼ってあります。こんな感じ、はい。そしたらこれを、このモノコックの内側、ここですねに接着してあげるので、この部分にエボキシを
つけてあげる。あ、微妙に足りない、微妙に足りない、ちょっと待ってよ。エポキシ接着剤はね、もしあの余計なところについちゃった場合は、あのすぐにエナメル溶剤とかジップオイルとかで拭いてあげると取れるので、もしどっかいらないところについてしまった場合はすぐに洗い落としましょう。つけたらここに差し込む。も差し込む。でここはね、結構藍の調整がかなり微妙なので、まあ、仮組の時点でかなり修正はしたんで、多分まあ大丈夫だとは思います。こうやってしてあげたら、裏向けて置いといて、このコックピットをここに入れていくんですよね。で、接着する箇所はここと。これでここにシートを滑り込ませていきます。あーかん、ずれた。よいしょ。あ、シートベルトが挟まった。ここにこういう形ではまるので、これでしばらく固まるまで置いといてあげます。でちょっと不安な箇所はエクセレーポを上から持ってあげておくと、より強くくっついてくれます。よし、これでじゃあちょっと硬化させていきます。はい、そしたらですね、まあ10分硬化タイプのレジンなの、あのエポキシなので、もうがっちりと固まってくれたので、続きやっていこうと思います。でまあこれがついたらやっとこのパーツがつけれるので、これをセットしてあげて、ここはねビスで固定なんで、ここに接着剤は別につけなくてもいいのかなと思うんですけどね。よいしょ。こうつけてあげたら、一応モノコックのこの辺とコックピット周りがこんな感じになります。で僕ちょっと1個ねつけ忘れてたのがあって、この内側のとこにね、このフェラーリのこの
なんて言うんだろう、このシャーシナンバーとか書いてあるプレートを貼らないとダメやったので、これをねあと最後に貼っておこうと思います。まあ、単純に忘れてたんですけど、シートをつけないとどこに貼ったらいいかが分かんないから置いてましたっていうことにしときましょう。ここにデコプリンセスをつけてあげて、よいしょ、ここにね、ここに貼ってあげます。はい、これで一応コックピット周りはとりあえず完成かな。これで、はい、これで一応完成になります。ちょっとね、下のフロアつけてないからシートベルトホールから下が見えちゃってたりとかはするんですけども、これでとりあえず完成になるので、今回の作業はとりあえずここまでにしておこうと思います。はい、でまあこれがついたことで、ここがついたことで、他の作業がねどんどんできるようになっていくんで、他のパーツ類どん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 つけていって、形にしていこうと思いますので、ちょっと作業ペース自体はねのんびりというかそんなにパッパパッパできるものではないので、順番にやっていきますので、また続きが見たいと思っていただける方は下のチャンネル登録ボタンからチャンネル登録をよろしくお願いいたします。あといいねとか再生ボタン、いいねとかコメントとかいただけますと非常に励みにもなりますので、ぜひよろしくお願いいたします。というわけで、本日もご視聴いただきましてありがとうございました。